浄土寺は、神奈川県横須賀市西泉町にある、新蘭を周祖とする浄土新州本願寺派の寺院。鎌倉時代の武将、畠山重忠の建立。室町時代、第11世住職の第2、蓮女に帰還し、天台宗より浄土新州となった。江戸時代初期に来日し、徳川家康の外交顧問として活躍した、イギリス人公会士、ウィリアム・アダムスの菩提寺である。 現在の住職は、いつみみちろう。寺に伝わる遺書によると、元奈元年8月29日に、村を挙げて、民ことごとく、ントとなれるとある。当時の領主は、三浦安人で、彼が浄土寺を菩提寺としていたことと符合する。玄の元年に火災により離災した本堂は、聖徳2年に再興され今に至る。昭和の終わりに耐震と、 基礎造強及び修復工事を竣行した。56歳で長崎の平戸で病死した後、将軍の恩に報い、江戸を守護するため、江戸を一望できる高台に葬るべしという遺言により、浄土寺に近い高台に墓が作られたと言われている。この墓は、安仁と西条を弔うもので、遺言によってこの地に建てたと伝えられている。三浦安仁墓は、国指定史跡で、 安神塚とも呼ばれる。2019年10月25日、浄土寺本堂で400回帰法要が営まれ、徳川宗家18代当主の徳川常高も3列した。2021年に横須賀市指定指定重要文化財に指定された。全行寺式の中道生徒金像で、高さは30センチメートルほど。造立年代は鎌倉時代後期頃とされる。中世に遡る。 混合物の異例として、国内彫刻史上で貴重なものである。南伝仏教の教門が記されている。培養業。安人が朱印線貿易で、東南アジアから持ち帰ったと伝えられる。パーリ語、クメール文字で書かれた南伝仏教の経典で、タイのアユタヤ王朝後期の1600年から1700年代に書かれたとされる。現存する。 培養業の中で最も古いものの一つ。2018年、専門家により現存する歌用経としては、世界最古ではないか、との鑑定が出た。安心の法要に際し、浄土寺に寄進されたと伝わる打時期。鮮やかな模様は、色とりどりの刺繍や絞りによるもので、夕食文様や双葉葵の模様で飾られていることから、元は、 徳川家の高貴な女性の着物であったと思われる。安神の没後220年後の天保11年、彼の屋敷があった日本橋安倍町から法要に、最終寺に寄進された仏具。光明本とは後に、光明本尊とも言われたもので、大型の絹布の二名号を中心にして、その周りに、如来像や、インド、中国、日本の浄土教の諸祖師と聖徳太子を拝して描いた。 もの通常人の,の掛け軸に仕立てられている。浄土寺のお筆孔明本の裏書きには、教法14年と記されているが、図画は室町時代作と鑑定された。1961年の変換式の模様延長4年、芋野市の木村正元安成によるもの。芋野市木村家は、紀州古川の出身。江戸時代中頃から幕末まで、 江戸御用機機長人を務めた有力な物師であった。中でも、木村正言康成は、優れた腕を持ち、他に、池上本文寺や五国寺の本書を手掛けている。第二次世界大戦中に供出され、戦後はアメリカに持ち出されてしまったが、十数年アトランタの公園に置かれていたが、日米修好100周年を記念して、日米のロータリークラブと、 米海軍の協力により寺に返還された JR 横須賀駅より徒歩7分、京急見駅より徒歩4分。ありがとうございます。